来て、まず本を読もうと思って、まあ大体言って10分、15分、20分ぐらい、昨日は結局30分ぐらい読んだんやけど、まあその時によるって感じで、今から読もうと思うんやけど、もう今日目が腫れとって、いつも以上に目が重いし、この前さ、もう一個前の動画でさ読んどった本あるやん、それの別バージョンみたいな、別って言っては繋がったんやけど、これやばい、こんなに本で泣いたことないかも。皆さんも機会があったら読んでください。なんか本なのに自分が知っとる人が自分の知っとる人に怒ったようなぐらい泣いてしまう。暗くてすいません、朝です、朝です、今夜じゃなくて。昨日さ、ほぼ一日中読んどってさ、まあ、一日中ではないけど日中も読んどったし、あと夜も読んどったんやけど、マジで読んでほしい、いや分からん、読んでほしいか分からん、いや分からん、マジで分からん、いや進めれるかどうか分からん、悲しすぎて、なんか結局途中でやめようかなって思ったぐらい悲しくなった。悲しすぎてもうこれ読み続けないかもって思ったんよ。でも同時にこれがなんか終わってしまって、この世界から離れてしまうのも悲しいよ。結局多分これからもう悲しい本は読まんということで、読んでいきます。ダメやわ、なんであんな本読んだんやろう。だって昨日めっちゃ泣いたよ。昼間も泣いて、夜も泣いて、もう何、本当になんか自分に怒ったかなっていうぐらい、もうって泣きよったっけ。めっちゃ辛すぎて、読みおるときにもうこれ以上この辛さに耐えれんかもって思うぐらいで、ちょっと待って、詳しく、ちょっと待って、これが最初に読んだやつな、このやつで、これが今読めるやつなんやけど、これ一緒の同じシリーズ、女の子と男の子、幼馴染みたいな、もうちっちゃい時からあれで、こっちがその女の子の視点で、こっちがその男の子の視点プラス、その男の子の友達とか仲いい親友とかのそういう視点で、全然なんか同じ話やけど違う視点からこう読めるっていうのもすごいいいと思う。これは今日か暇があるとき読んだみたいな感じやから、バーって一気見はせんかったよな、これ一気読みはせんかった。でもこれはもう3日、月か水、4日目か今日買って、月曜日に買って今日木曜なんやけど、多分今日終わるぐらい、今日か明日、もう一気にバーって読んで、そんぐらい止まらんかったんやけど、とりあえず準備するか。カウンセラーとズームで何か話さんといけなくて、それに行ってきます。昨日髪乾かさずに寝て、ちょっとこれだけやったら分からんけど、もううねうねないよ、全てが。だからちょっとアイロンをかけて、アイロンをかけてじゃないか、アイロンをして、アイロンかけて、ちょっと服にアイロンかけるみたいな感じ、アイロンをして服を着替えてって感じですね。はーい、今ホールフーズに向かってます。なんか思ったよりその学校のやつがなんかちょっと長引いて、なんか本当は予定、うん、やば、ここの道嫌いよ、すげえな、みんな行けれんのにグイグイ行くやん、すっげえ甘い。そうで、思ったより長引いて、本当はなんか朝ごはんの材料を買いに行こうみたいな感じで思ってたけど、もう昼ですね。だから昼ごはん
材料を買いに行って、で、まあ、家で昼ご飯食べてって感じ。すげえ、みんなマジ犬の散歩してるお姉さんがさ、もうなんかすげえ車がさ、すげえなんかもう入れんのになんで行っとんみたいな感じの場所になんか行っとんよ。でなんかお姉さんがなんなんみたいな感じで見ながら行きよった。工事中やからさ、ここなんか混んどんよな。もう鬱陶しいわ、ほんまにやばい運転をするやつらが鬱陶しい。本当にどうしよう。しまいましたなんかもう美味しそうなものが多すぎて、ビュッフェみたいな感じでさ、いろんなお惣菜とかサラダとかのなんかサラダバーみたい なんかそんなやつがあるんよ。それめっちゃいい匂いで、そこの横通った時に待って作らずにそれ食べようかなとか思ったけど、いやもう大丈夫、作るって作るって決めたと思って我慢した。偉いやろ。まあとりあえず今からちょっと家に戻ってご飯食べます。はい、帰ってきました。じゃあちょっとパパッと紹介します。これは卵、フェタチーズをなんか買った。この前買ったオリーブ、チキンヌードルス、チキンヌードルスープ、好きなんや、チキンヌードルスープで。これはもうなんかそのもう温めてすぐ食べれますみたいなやつを、おいしそうって思って、この昼ご飯で食べようと。でこれはバジルペースト、ペスト、バジルペースト、ペスト、どっちなの。玉ねぎ、ネギ、あ、やべ、開けっぱなし。アーモンドミルク、アーモンドミルク、アーモンドバター、いちご、若漏れです。でチップスをこれにつけて食べたら美味しい。お腹すいた。美味しそう、いい匂い。これオリーブと一緒に食べたら美味しいわ。レモン、サーモン、初めてこの冷凍のサーモン買ってみた。どうなんやろ。あ、また玉ねぎ、ルッコラですね。ということで今からお昼ご飯を作っていきます。ちょっと待って待って、オリーブとあれで食べたい、チップス。開けれんのよこれ。よし、チップスにオリーブを乗せて、ワカモレをつけて、あ、やべ、オリーブ落ちた。やばい、美味しすぎる。ダメよ、食べ過ぎたら。美味しすぎる、オリーブやばい。お昼ご飯を作ります。これをお昼ご飯としようと決めて、ただのサラダだったらちょっと足りんかなと思って、タンパク質で肉、胸肉を追加しました。いただきます。具は普通にもう塩コショウと、あとパプリカパウダーみたいなのと、なんかそれだけをかけてで焼いたんやけど、ガーリックパウダーとかオニオンパウダーみたいなのかけたかったんよ。でもっとんやけど、かけようと思ったらもう固まっとって、ビクともせんくて、これめっちゃ振ってもだから諦めた。
から本屋に行きます。楽しみ。まあ、あの本がもう終わりそうやから新しい本買おうと思って、なんかいろいろ気になる本あるんやけど、なんかいいのあったら買おうかなと思って、今から行くところ多分まあまあでかい本屋なんよ。だから楽しみ。コーヒー欲しい。コーヒー久しぶりに思ったかも。最近なんか日常的に飲んでなくて、前に比べると。で、日常的に飲んでる時はさ、なんか常にもうコーヒー欲しいってなんかなりよったけどさ。ということで、また後で。家に帰ってきました。結局本は今日2冊買っちゃって、1冊目はこれです、 Twisted Love。 2冊目は Blue Sisters っていうやつですね。本当にめっちゃ多いからさ、なんかうわこれむずそう、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 これむずそうとかいうのたくさんあったけど、回ってまあこれにするかみたいな。今読んでる本、ちょっとさっきさ本屋行った後にちょっと読んどったんやけど、今日終わるかな。まあこれ終わったら、終わってほしくないんですけどね、これまだ離れたくない。この世界から、この世界から離れた後は違う世界に入っていきます。ご飯作ろうと思って、ご飯今炊きおて、でまたムニエル食べたいと思って、今日買ったさ、あの鮭を冷凍の鮭だったから冷蔵庫に入れとったやな、冷蔵庫で解凍するようにって書いてたから、朝から入れとるけどさ、あれしとるかなと思ったら若干まだ凍っとったよ、ちょっとシャリみたいな。今ちょっとまた水につけて解凍することにして、その間これを読みます。お風呂に入ってきました。で、今から今日寝る前までにアップロードをしたい動画を編集します。編集って言ってももう結構終わっとるから、スケジュール設定したのでベッドに来ました。もういつもだったら寝とる時間ないけど、やばい、今11時41分で、8時間睡眠絶対必要やから今日か、このままだったらもう8時間寝れんのんよ。それでも読みたい。これいつも見てくれている人ならおなじみの5ペ
ページぐらい多分残ったんやけど、あ、読もうかな、読みたいってちょっとのこの 行数読んだけど、でも念頭いけんし、あ、でも読みたい、でも念頭いけんしって考えながら読むのもったいないなと思って、ちゃんとゆっくり最後噛み締めながら読もうと思ってやめた。だから今日は寝ます。皆さん今日一日付き合ってくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あとフォローとかもお願いします。インスタのとか、あと TikTok のとか。ということで、おやすみなさい。あ、いい。